れかな。何してんだよ先生。わだー、大声張り上げなや。相変わらず金ねえかよ。初任給が入るまで金はない。だからよ、給食のない土日は辛いんだ。大げさなんだよな先生は。バカ野郎、俺はな、昨日の給食から水しか飲んでねえんだ。はい、これジンくん食べな。あかね、いつもすまんな。なんでジンとノリコだけに怒るんだよ。あかねちゃん聞いちゃいない。春巻の旦那、何やら真剣。やっほー、どれにしよっかな。なんであんなやつに500円もおごんだよ、あかねちゃん。だって通信簿オール5にするって言うんだもん。いつもその手やな。俺の名にふさわしいウーロン茶ドラゴンに決めたり。出たのはビール。このクソガキどもめ、俺は酒が飲めねえんだ。お気の毒。はよやらんか。飲め飲め。うわ、もう、わか、わだー。おっ、うわー、すげーだ、すげー、かっこええとこ見しや。うおーっ、ぎゅーっ、ぎゅーっ、おとんと同じやな。あんたらアホだな。団長。どうするよこいつ。出ちゃいな。重いキャップ。黙らんかボケ。十円ゾよ。何パワーボムやってんだよ。なんでじゃかんねんだよ。寄ってるから痛ないんやな。じゃあな先生。自分で帰れるんか、おっさん。バカ野郎、クラ野郎、俺は全然酔ってねえ。酔ってるやつの決まり文句。はぁ。えっ、ふっ、へぇ、やれやれと、やってきたね。ここなの？そうだ。うん、帰ったぞ。ありがとう。冗談のわからんブスだな。冗談でここまで連れてくんなよ。もう嫌や、このおっさん。モデルハウスやないけ。ここもまた嘘か。春巻流ギャグのフルコースだ。帰ろうよ。酔っ払いは嫌いだ。待てよ。どうせ暇なんだろう。なんやそれ。4時からプロレスだ。テレビならうちにある。俺は友達が一人もいないから。土日すんげえ暇なんじゃ。情けな。寂しい大人だキャップ。酔って本音バンバンだな。家に行ってあげようか。どんな家かな。アパートやろ。恥ずかしいからスキップやめろよ。だって気分いいんだもん。こっちこっち。どこやここ。狭いな。ごっついゴミやな。まだかよ先生。すぐそこだ。こいつはほとんどゴミだめ。卵が腐った匂いや。匂いがたまらない。ゴミはどんどん増えていく。歩きづらいとこやな。うちはどこなんだよ。よいしょっと。もう家の中だちょ。うわあ！って、いつの間にか家に入っとったんか。ゴミの山だ。いろんなとこから使えそうなゴミを持ってきてるうちにこんなになっちゃったんだ。リサイクルな男である。帰ろうノリコ。せやな、帰るでこてつ。よくこんなところに住めるな。来て来て、今コーヒー入れるちょ。うわっ、どうした？あー！その壺は売れば200万円はするかもしれない高級品なんだぞ。やっぱりお前通信簿オール1だ。はい、じゃあ。
春巻流27歳。教師の道は遥かに遠い、ただのバカである。また明日。